今年も到来した富士登山シーズン。今月10日に開山したばかりですが、今年は異常事態に。開山初日からその翌日までに男性3人が亡くなり、さらに今月14日にも男性1人が死亡、死者は合わせて4人となっていて、去年の2人をすでに上回っています。富士登山の入り口となっている静岡県と山梨県で今年大きく異なるのが入山規制。山梨県側では今年から登山者の上限が1日4000人、通行料として2000円を徴収する入山規制を導入。一方、静岡県側は登山前に事前に情報を入力する入山管理システムを導入していますが、山梨県と異なり強制力はありません。先週の知事会見で鈴木知事は静岡県側の規制について問われると、これは国の方とですね、しっかり協議をしていく必要もございますし、まずは今年の状況をよく見てですね、来年に向けて検討していく必要があるというふうに考えております。山梨県側は県有地なのに対し、静岡県側は国有地であるため、国と協議する必要があることを前提に、まずは今年の状況を注視すると慎重な姿勢を示しました。通行料の徴収とですね、登山に関するさまざまな注意喚起等々はですね、また別の次元の問題だと思いますので、そこはしっかり登山者の方にですね、安全な登山を行っていただくようにですね、今後も注意喚起を促していきたいというふうに考えております。山梨県では今年から5合目にゲートを設置して入山規制を実施していますが、早速その効果が。体調不良や事故につながる弾丸登山の可能性がある登山者が今月1日から9日までに去年は1647人だったのに対し、今年は504人と3分の1以下に減少しています。それにしても今年の富士登山はなぜ遭難が相次いでいるのか。富士宮口の9合目で山小屋を営む渡辺さんは、まだ始まって数日なんですけど、その間も毎日のように救助要請とか連絡が入っておりますので、原因としてもやっぱりちょっと天候が悪かったっていうのもあるとは思うんですけど、やはり件数的には多いような気はしますね。悪天候によって風が強くてですね、それでやっぱ飛ばされて怪我をされたとか、中には亡くなった方もね、いらっしゃるっていうことも聞いてはいますけど。富士山の悪天候とはどれほど危険なのか。今月10日の山開き初日、午前中の山頂は駿河湾が見下ろせるほどの天気でしたが、午後になると天気は急変、濃い霧に覆われ数メートル先にいる人の姿もよく見えません。この日、山頂の剣ヶ峰では男性が死亡する事故が発生。救助に向かった女性は、私たちが AED とか準備して上がり始めた時には、馬乗せという一番急な坂は風速10メートルぐらいになりまして、心臓マッサージなんかを1時間ほどやったんですけども、救助を終えて戻る時には風速20メートルを超えていて、私たちも身の危険を感じるほどの好天に変化していきました。死亡した男性は写真を撮ろうとして滑落したとみられています。特にご来光なんかをお写真撮る方すごく多いんですけれども、やはり前へ前へと自分が我先に一番にお写真撮りたいと思って前に出てしまう方結構いらっしゃって、もう常に周りの環境を確認しながら、何があるかわからないっていうことを頭に置きながら撮影の方してほしいなと思います。開山初日から荒れた天気となった富士山。10年以上にわたり山頂で働きながら富士山の写真を撮り続けている上田さんは、ご来光だけではない富士山のリアルな姿を知ってほしいと話します。綺麗な景色というかご来光だったりだとか、そういった景色を見たくて皆さん楽しみにしてるかと思うんですけども、やはり実際頂上に住んでみるとですね、そういった日は本当もう限られていて、なかなか毎日そういう綺麗な景色っていう日には当たらず、逆に好天が続くことっていうのは本当に常々あることなので、こういった天気が悪いっていうのが、富士山頂上のリアルというか、そういうのをちょっと知ってほしいなって思います。悪天候での遭難は救助する側にも危険が。こちらは今月12日、県警の山岳遭難救助隊が救助に向かう時の様子です。これみんなで固まってこう。ダメ、これ固まってこう。県警は登山前に必ず天気予報を確認してほしいと呼びかけています。静岡県側の山開きから間もなく1週間、山小屋の関係者はインバウンドの登山客がより登山規制の緩い静岡県側へ少しずつ流れてきていると話します。今のところやはりね、インバウンドの方が8割9割非常に多い。山梨県の方の、保全協力、いわゆる入山料1000円と通行料2000円、これがちょっと高いという外人さんの方から聞いてますね。外人さんがこっちに多いっていうのはそういうことがあるかもしれない。にぎわいの一方で気になっているのが、しっかりとしてる方もいるんだけど、大概の方はもう本当にビニールカッパ、本当に短パン T シャツの方もいらっしゃる。やはりね、雨降ると体温低下してくるね、奪われる。やはりね、しっかりとした装備をして来ていただかないと、ちょっとこういうふうな気温の低い中では厳しいかなと思います、ね。いざという時の駆け込み寺となる山小屋ですが、まずは自らの命を守る対応をしてほしいと呼びかけています。